はい、ソシャック麺です。僕の夏休みを続きからやるんだけどね、ちょっと違うんだよね、今回ね。夏休みの思い出っていう、なんかクリアデータを閲覧できる画面があるんだよね。で、それをこう見ていくと、こういう今までの日記ね、それが出るんだけど、31日になんか、みんなみんなさようなら、みんなみんな頑張って、みんなみんな大好きだよっていうなんか怖い日記があって、でしかもここでもこの何もないところを選ぶとお休みが選べて、これでお休みしちゃうともう本当因果率から外れた存在になっちゃうっていうねらしいので、本当にできるかやってみよう。お、31日の日記が上書きされたぞ。今日は何にもない素晴らしい一日だった。ああ、これいつもの、いや、いつものっていうか、あれ日記を見る画面だからこのいつもの画面になるのがおかしいっていうね。32日ってことはもうやばい感じじゃないこれ。よし、行こう。ゲームを続けますかって言って、なんかちょっとなんかやっぱゲーム内のね、その仕組みもちょっとおかしく、え、何このなんか放り投げられ感、あれ、え、いつも通りな感じ。冷蔵庫見てみる、とりあえず。やばい、固まった。あ、大丈夫。あ、冷蔵庫にも食べ物入ってるし、麦茶とかも飲めるな。なんだ、いつも通りじゃん。え、本当に32日になった。でも、いただきますとかやってないからね。え、ちょっと待って。テレビもついたまま。テレビちょっと見てみる。あ、見れない。じゃあちょっと外出てみようか。あれ？外出れない。なんか丸を押しても反応しない。剣棒もいなくね、しかも。え、ちょっと待って。2階上がってみるか。どう？ 2 階は誰かいる？ここは自分の部屋で。あれ？開かない。ちょっと待って。自分の部屋は入れる？え、自分の部屋も入れないよ。え、何が起きてんのこれ。おや？何かが違うな、いつもと。ここは本当に、あれ？ってか出られなくない？これじゃあ普通に。ちょっと待って。丸ボタン押してんだけど、ていうかこっから先画面が変わらないな。え？これって、何もできなくない？だってここ出られないでしょ？あ、出れた！あ、剣棒いいんじゃん、普通に。剣棒。元気か？あれ？なんか剣棒が、ちょっと、リアクション変な気がするけど。どう？人いる？鶏とか。あ、いるな、鶏とかも。別に何にも変わらないね。いつもと。まあ、ただ今んとこね、誰もおじさんとか、他の人たちが見当たらない気がするんだよね。ここは？突然フリーズしそうでちょっと嫌だけどね。あ、壊すかこれ。あ、そこ危ないから触っちゃダメ。おじさんの声がする。その棚は作りが悪くてちょっとぐらついてるみたいなんだ。え、何度も何度も修理してるんだけど、なんで落ちちゃうんだよ。あれか、僕くんが思い出してね、おじさん怒ってたからなっていうことね。だっていないもんね。そうだよね。なんだ、びっくりした。いきなり話しかけられたかと思ったよ。ボック君が多分思い出したんだ。毎回壊してさすがにね、学習したってことだよ、きっと。うん、そういうことにしとこう。お、いた！こいつらは全然平気だ。みんな何してんの？もし強いクラスのやつが、同じか。気持ち悪いなんか要素はなさそうだね。単に日付だけ8月32日っていうだけで。何もないっていうか、
そうなんだ。ちゃんと夕食時になったら、ね、出てくるのかな、登場人物たち。こいつついてもらうか。じゃこの辺もいつもと同じだね。で、蜂に刺されて、ああ、いたいた、おばさん。いや、よかったよかった。なんだ、死んじゃったのかと思ったけど、その様子じゃまだまだ大丈夫だね。どこにいたんだ。いなくなっちゃった。どっかにいる。じゃあ食事の準備とかしてたりする。ああ、いるじゃん、普通におばさん。ああ、いつも通りな感じだな。じゃあ夕食当てクイズやろうか。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？え？ちょっと待って。あれ固まったみたいだな。あら。今日の晩ご飯は何だと思うから進まないやつ。ちょっとじゃあリセットして。もう一回あれだね。ただこの始まると誰もいないんですよ。あ、入れないな。やっぱ入れないな。でもここに入れないとさ、次の日行けないよね。あー、でもおじさんの力を借りれば行けるか。じゃあ適当に歩き回ってみる、いろんなとこ。そうするか。でなるべくちょっと選択肢が出てくるおばさんのやつをやんないようにして。あれ、やっぱり降りれないな、ここ。あ、出れた。なぜかっていうか普通に出れたな。出れるな。もしかしたら時間が経つとそういう本来調べられるところがちゃんと復活してくるとか。お、入れた入れた。よし、じゃあこれでもう無理やり次の日行ってみよっか。何にもしてないけどね。大丈夫かな、絵日記。絵日記いける。あ、絵日記は普通に出るな。なんか絵日記空白なんだけど。うわ、怖い。あ、そっか、これ以上ないからか。いや、ちょっと待てよ。一回この日一日なんかでもやって、動き回って 何かしてからにしよっか。うん。おお、はい、今日の遊び時間は終了。いた、健在だった。もう晩ご飯ができています。晩ご飯できてんの。何で出てくるんだ。32日の幻のメニュー。いやー、固まりそうだな。なんかまたバグる気がする。あ、これはバグったな。そうか、おばちゃんに料理を作らせると料理のデータがないから。ん？なんだ？なんかボタンの音だったぞ今。ちょっと歩いてる音聞こえんだけど。何これ何これ、どういうこと。これじゃ何も見えないからな。おーおお、奇跡的に階段登れた。あ、ダメだな。でも真っ暗だもんな。ちょっといけないか、自分の部屋。なんとか自分の部屋に入ってほしいんだけどな。階段登るムービーだけ出てきたからね。お、行けた。まずじゃあまっすぐ歩くんだよね、最初ね。どこ歩いてんのこれ。おお、奇跡的な。遠くに麓の鷺の里村が見えた。頼む、画面戻ってくれ。画面よかった、視覚情報さえ戻ればこっちのものだよ。じゃあこれでちょっと日記書けんじゃない。かなり強引だったな今。謎の暗転が起きたけど。じゃあこのまま日記書いちゃおうか。どうなる、日記書いたら。何これ、畳の目。8月何日の日のとこがなんか気持ち悪い。てん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 ってなってる。今日は何にもない素晴らしい一日だった。しかもちょっとなんか今電球の上のとこバグってたね。次行ける、このまま。どうだろう、セーブ画面が出るか。ちゃんと、わあ、すげえ、セーブ画面ちょっとバグってる。
今日までの出来事をメモ記録しますか、ブロックをしようってなってやばい、ちょっと怖いなこれ。このまま行こうか。これがね、多分この真のこのゲームのね、アナザーストーリーだと思うんで。なにこれ、うわ怖っ。じゃあいただきます。ちょっと怖いんですけど。いただきます。やばいんだけど、このおじさん。てか萌えちゃん上半身ないよ。あの窓かまぎかに出てくる、あのごちそうさまでした、下半身だけのやつみたいになってない？うわー透明だ。やばい、体が透けてるけど。いや、その笑顔になってんのそれ。ちょっとこれやばいなあ。あ、もういなくなっちゃったみんな。これさあ、その辺歩いてたりするみんな。ちょっと待って、縁側から出れる？あ、出れた出れた。うわー気持ち悪い。え、剣棒は普通？普通だけどちょっと悲しそうな鳴き声出してんな。うわ気持ち悪い、何これ。完全にこれさ、僕くんなんか、頭の皮剥がれて、頭蓋出てるみたいになってるけど大丈夫？怖いよこれ。ちょっともっと大きく見たい。うわ、なにこれ気持ち悪い。なんかシャツの柄までおかしくなってるけど。あ、なんか、触っちゃダメ。やべえ。その棚は作りが悪くてちょっとぐらついてるみたいなんだ。なんかいる。何度も何度も修理してるんだけど、なんで落ちちゃうんだろう。やべえ、やばい、そこにいたんだおじさん。え、怖え。いや亡霊でしょただの。ろくろも回してないしな。なんかバグって固まる恐れがあるからね。このままちょっと次の日行こうか。あ、バグった。あ、なんか絵日記帳変だったぞ今。なにこれ怖っ。なんか手とかあるけど。いけるこれ、うまいことやって。あ、いけるいける。絵日記書いて寝ますか。うわ、やばいやばい。ちょっとどんどん画面バグってくけど。ここは変わらないんだ。いや、もうすでにね、文字が読めないけど大丈夫それ。まあ、ここだよね。で、これでセーブ完了だよね。続けますか、続ける。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんな、なんだあれ、なんかペンキかぶったみたいになってるけど。やばいぞこれ。これがあれか、夏休みを永遠に休みたいって願ったもののあれか、行く末か。いやもう顔がさ、かいや、なんかおかしいぞ。いろいろおかしいけど大丈夫それ。ちょっと他のガッツたち見に行こっか。ガッツたち無事かな。これちょっと叩いてバグんないかな。いけるね。いや、読めねえ。虫を捕まえるモーションがおかしい。あ、うわぁ、なんか捕まえた。捕まえたけど、もういろいろおかしすぎてどっから突っ込んでいいかわかんねえな。あれ？ちょっとボックくんどこ行った？え？ちょっと待って。やばいな、ちょっとボクくんが見えなくなったな。ボクくんがまさかの不可死状態。やべ、どうしよう、一回家帰ろう。帰れるか、こんな状態で。ちょっと待って、どこに行ったボクくん。あら、あーよかった、生き返った。あー、いけたいけた。ちょっとじゃあ虫キングたちに挨拶しに行こう。虫キングたちはさすがに無事なのかな。どう？ぐちゃぐちゃになってる。うわ、ぐちゃぐちゃになってる。怖い、やばい。ガッツの顔とかやばいんだけど。種類によっちゃ
土俵際で一発逆転のちょっと虫バトルやってみよっかなんか虫もグロいことになってそうで怖いけどな。お、いけるぞ。まず俺が相手ね。あ、でも虫の形とかはおかしくなってないな。なんか虫かごの中入ったらバグりそうだけど。あ、いや、おかしい。うわ、キモい、くんこれ使おうじゃん。あ、治ったか、でも。あらゆる文字がぐちゃぐちゃになってるけど。うわ。あー、悔しい。じゃ、次俺様ね。大丈夫？あ、虫は壊れたりしないんだね。お、大丈夫か？フリーズしてると。あー、ちょっとダメだな。じゃ、一回労働し直すか。よし、8月34日になってた。じゃ、これを労働して、さっきの続きね。さっきの続きと言えるのかどうかわかんないけど。あれ、治った。じゃあ、いただきます。あれ、これ最後じゃない？いただきます。あれ、なんで？何が起きた？ごちそうさまでした。元に戻っちゃった。ごちそうさまでした。車来て終わりでしょ、これ。違う。あ、違うな。服装は戻ってるけど、服装っていうかね、見た目が人じゃなかったからね、さっきね。まだでも異世界のままだな、きっと。さっきのぐちゃぐちゃなやつは何だったんだ。やっぱりおじさんはいないけど。うわっ、そこ危ないから触っちゃダメ。その棚は作りが悪くてちょっとぐらついてるみたいなんだ。向きとか大きさとかいろいろおかしいけど大丈夫？なんで落ちちゃうんだろう。いや、なんでそこにいるの？なんかおじさん、しかも下半身なかったけど。やっぱりここはおかしい。夏休みの延長でもなんでもないぞ。ちょっと次の日行っちゃうか。次の日って、うわっ、なんだ今ぐじゃって。わ、ちょっと見えないんですけど。わ、ここに来てすごい画面が。え？あ、ダメかな、これさすがに。さすがにちょっとこれ以上はできない感じか。日記の画面どう？やばそうだな。またぐちゃぐちゃになりそうだな。ちょっとこのぐちゃぐちゃの状態から、うわキモい。これがこっからはちゃんとあるね。で、これ以上は本来ないはずなのに出ちゃってるってことね。ちょっとこのぐちゃぐちゃ状態、あ、やべダメだなこれ、きっと。もうこれ以上ちょっと進められないみたいだね。じゃあちょっと今回ね、すごい最後はやっぱ夏休みをずっと続けようとすると、こういうなんか悪夢にしかならないっていういい教訓になったな。よし、じゃあまたな。